横山さん、このシンセサイザーとなると、はい、どういうことやっぱしたいですか？そうですね、うん、音を、はい、いろんな、まあ、電子音ですね、いわゆるいろんな音をこう、うん、うにょうにょっとしたり変化させたり、もともと入ってる音も使いたいですし、うん、はい、自分なりのちょっと工夫をして、うん、楽しく演奏できたらなっていうのは思いますね。そうですね、やっぱ演奏はもう本当もちろんそうですけども、はい、やっぱ音作りとかね、ところもやっていきたいなって方やっぱ多いと思うんです、うん、で今回はですねちょっとそちらもご紹介しようと思ってまして、はい、もう定番のレイヤー、音と音をね、はい、こう重ねて音色を作るっていうこのレイヤーをちょっとね、うん、いくつかご紹介したいと思います、はい、ピアノの音ですね、はい、これヤマハ の CFX っていう、うん、これもフラッグシップのフルコンサートグランドが入ってます、はい、いい音ですね。いいですね、はい、でじゃあこのグランドピアノの音に、僕が好きなねこの FM エレピを、はい、重ねて、好きな音を重ねちゃってください。もう重ねちゃいます、はい、これあの DX7 ってね名機とかによく入ってますけども、はい、この FM サウンド重ねていきますよ。これ聞いたことありません？いろんな曲でこの感じですね。やっぱり重ねるとまた違ったね印象になって、そうですね、はい、非常に綺麗な音で、もう僕はよくこの音色使いまくっていろんな曲をね、はい、作ってますけど、はい、ね、はい、まあ、この、ピアノと FM エレピを重ねる、こういうサウンドもレイヤー非常に綺麗ですし、うん、あとねこの MODX シンセなんですけど生楽器系の音もたくさん入ってるんですね、うん、そうですね、例えばアコースティックギターの音、これもね入ってます、うん、いい音しますね。いいですね。でこのアコースティックギターに今度エレキギター重ねちゃうと、はい、エレキをね重ねますね。そうですよね、結構ねこれもいい音重ねてやっぱりギター、うん、曲の中に入っていること多いので、はい、そうですね、こういうのがあると便利です ね、はい、J-POP やっぱりこうアコースティックギターでエレキが一緒にこう弾いてたりしますの で、うん、そうですね、これ重ねるっていうのもねやっぱ面白いです。ブラスサウンド、管楽器の音ですね、はい、はい、こちらもちょっとご紹介していきます、このブラスサウンド、うん、はいね、はい、定番の音ですけども、うん、これ実はですねあのベロシティって言ってこう、うん、鍵盤を弾く強さによってね、生楽器ならではの奏法がつくっていうのもちゃんとこの再現されててですね、はい、シェイクって言いますか、ね、今出ましたね違いが、はいはい、強く押し込んだって、ね、はい、はい、こういう、まあ、あのシェイクっていう生楽器ならではの奏法もちゃんとリアルに再現されている、うん、でこの、まあ、今ブラスの音鳴ってますけど、ここにオクターブ上のまたトランペットの音とかを重ねてより分厚くしていこうと思います、はいはいはい、ね、どんどん雰囲気が良くなっていくというか、はい、そうですね、よりまあブラスの音が太くなりましたよね、うん、はい、こういうまあオクターブを重ねるっていうレイヤーも非常におすすめの方法であります、うん、そうですね、次じゃあシンセサイザー、はい、やっぱ音をねかっこよくしたいっていう方がやっぱ多いですよね、うん、はい、はい、まあ、レイヤーもそうですけども、よりなんかこううにょうにょさせたいなとか、うんうん、かっこよくさせたい、さっきので、はい、じゃあこの定番をねちょっといくつかまたこれもご紹介します、まずですね今からちょっと演奏するのはアルペジエーターって言いまして、うん、MODX の中でこう自動でこう演奏してくれるね機能があるんですけど、ちょっと僕はコードをね弾きますよ。はい、タタ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 ンってこうねアルペジエーターでいい感じにしてくれてます、うん、で、このパラメーターをねいろいろ今から触っていくんですけども、まずこのカットオフっていう、はい、もうこれも、シンセサイザーの基本的なところねちょっといじってみようと思います。上げていきますよ。お、ちょっとこう明るい感じ、そうです、はい、音が明るくなりました、はい、雰囲気が下げていきますね、はい、はい、ちょっとまた丸くね、そうですね、はい、なってますね。そしてじゃあこのカットオフ今僕動かしてますけど、レゾナンス、こちらも動かしてみようと思います、はい、音の変化に注目です、はい、お、どうですかの、ちょっと派手な印象に音が変わりますね。
はい、演奏終わった後こうなんですよ。いやこう僕のねこうやりきったぞって、はい、やりきって、はい、まあ、これがねが今パラメータを動かしましたけれども、はい、まあ、このカットオフレゾナンスであったりとかですね、まあ、ここのフィルターっていうあのところを動かしているんですけれども、うん、これシンセサイザーの基本的な部分になってきます、うん、ぜひあの覚えていただければと思います、はい、ということで今この動かしましたね。で今こうノブが4つありますけれども、はい、横山さん非常に目立つノブ1個ありません？そうなんですよ、うん、あのこちらにですね、はい、でっかいなんかこう色がチカチカ光ってるノブがありまして、はい、うん、ね、なんか非常にアピールしてきますよね、はい、そうですね、はい、大きさもね、はい、一番これが大きいです、大きくて光っててっていうノブがありますね、はい、そうですね。じゃあ今回じゃあこのノブを今から動かしてみようと思うんですけど、ちょっと音がどんだけ変わるのか一回ね、もう音だけに集中していただきたいんで、はい、目を閉じていただいて音の変化を注目していただければと思います。目を閉じてます、はいはい、じゃあちょっと動かしていきますよ。はい、目を開けてください。はい、どうでした今音の変化聞いていただいて。すごく変化してたって言ったらまあ、うんうん、一言で言ってしまうとそうなんですが、はい、そうですね、先ほどのカットオフレゾナンスっていう、はい、音の明るさをこうなんか変わってるなっていう印象とか、はい、うんうん、まずそもそもまあレイヤーをしているんだと思うんですけれども、はい、うんうんうん、この音が出てきた後にこの音が出てきてみたいな展開がいろいろあったなっていうのと、はい、まあ、もう一つ言っとくと、うん、あのリズムパターンが結構出てきたりして、うんうんうん、ね、はい、アルペジエーター活躍してくれたんですね、はい、これ、はい、正岡さんどれを弾いてるのかなっていうなんかすごく何人かでこう、はい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 、演奏しているようなフレーズとか、うん、はい、あとは変化とかが出てきててね、うん、一台で一人で、はい、やってる、まあ横にいるから当然一人だろうなとは思ってるんですけど、はい、どうやって演奏したのかなっていうのはね、うんうん、目を閉じてるとそうですよね、わ、はい、かりづらいぐらい、はい、なんか本当に変化がいっぱいありましたよね、はい、うん、そうですね。でこれ今たくさん音が変化してましたけれども、うん、なんか動画のご覧の皆さんはねもうちょっと分かっちゃってるかもしれないんですけど、はい、そうですね、実は僕あの、はい、音の変化に関してはここのノブ一つだけいじってます、うん、はい、そうだったんですねちょっとええって感じでしょ。目を閉じてるとね、いろいろ忙しく実はしてたんかなっていうところなんですけど、結構こうブワーってやってそうですけど、はい、実はこのノブ一つを動かせば、うん、シ
シュイーンとこうね、はい、音が変わっていったりとか、なんかリズムがこう出てきたりとかね、うん、そうですね、はい、あります。これあのノブがですね、スーパーノブって言います。スーパーノブ、スーパーノブです。スーパーなノブなんです。スーパーなんですよ、はい、ただのノブじゃなくてスーパーノブ、はい、はい、であのこのスーパーノブっていうのはですね、あの先ほどフィルターの説明しましたよね、うん、ここのあのカットオフレゾナンスとかで音を変えていきますよって、はい、であの僕これ一つのつまみ、もちろん片手でねやるって、うん、でレゾナンスやろうと思ったらまたもう片方の、ね、そうですね、さっき両手でやってましたね、はいはい、そうなるとやっぱ音って例えば伸ばしながらこう変化させたりとか、うん、なんかこのメロディーライン弾きながらこうやるってなったらやっぱ手が足りないじゃないですか、うん、そうですね。であのこの実はスーパーノブっていうのはこのたくさんあるノブとかフェーダーですね、まあ、いろんな機能、はいはい、その操作っていうのをなんとこの一つの大きなノブでコントロールできちゃう、うん、まとめてコントロールできる。そうなんですよ、はい、もうここを回せば、パラメーター一つがこう上がり、もう一つのパラメーターはこう動き、もう一つはこう動きっていうような形で、うん、たくさんのパラメーターをこの一つのノブでコントロールできる、うん、これがそのスーパーノブ、MODX についてて、もちろんフラッグシップのモンタージュにもついてる、はいはい、これがね目玉のノブなんです。そうですよね、はい、本当にいろいろ音作りをしていく、うんうん、まあはい、バンドの中で入ってる音を調整するっていうのももちろんですけれども、はい、オリジナリティの、ね、ある音を作っていくっていうのがいろいろシンセサイザーの、まあ、醍醐味の一つかなと思うんですけど、すごく便利ですよね、はい、もうここを回せば誰でもかっこよく大胆な音の変化ができちゃうっていうことになってます、うん、そうですね、であのこのスーパーノブなんですけれども、さっきみたいにプリセットとして入ってる音色でこのスーパーノブの効果が得られるものもありますし、うん、あとは自分でもうちょっと音こうしたいなと思った時にはカスタマイズもできちゃう、はいうんうん、はい、今日は一つですね音色をカスタマイズをやってみようと思います、はい、先ほど演奏した音色の中でベルの音色ありましたよね、はい、だんだんこうシンセサイザーの音に変わっていく音色、うん、そうですね、大胆にかなり印象が変わりますね、はい、そうですよね、もう全然違うキャラクターの音になりましたけれども、はい、じゃあ今回この音色を使ってですね、うん、シンセサイザーの音の変化をちょっと変えてみようと思います、はい、今これ、ね、画面見ていただくとこれ3つの音がこの音色で使われてまして、1つ目の音ちょっと今こうソロっていう形で、まあ、この音だけ聞きますよと、はい、で今弾きながら回すと、まあ、ベルの音ですね、うん、おちょっとこうボイス、ね、うん、変えそうですね、こういう音に変化するのがこの効果だと、うん、じゃあ2つ目のこの音、あこれもまた音変化してますよね、うんうん、シンセはそうなるとこの3番かな、あこれですね、クイーンって明るくきましたね、そうですね、はいはい、じゃあこの3番の音色をちょっとね変化のこの、うん、部分を変えてみようと思います、うん、このモーションコントロールっていうのがねありますで、押していただくとこういろいろずらっとこうね出てますけれども、うん、このスーパーノブ、はい、押します、ピッ、はい、はい、そしたらですねこれスーパーノブの、画面になってるんですけど、うん、エディットスーパーノブ、このスーパーノブを編集しますよってところがあるので、はい、そこを押します、はい、そしたらですね今これスーパーノブに割り当てられてるパラメータが出てくるんですね、あの例えばパート2の音に関しては今カットオフかかってますよとか、でパート1の音にもカットオフ、カットオフ多いですね、人気の、はい、もう基本中のパラメーターになってます、うん、じゃあ3はありましたね、3ボリューム、まあ確かにボリューム上がっていきましたもんね、うん、で次カットオフありました、いやもうカットオフだらけなんでカットオフ変えましょうと、はいはい、じゃあこのパラメーターカットオフのところをピッと押します、そしたらですねこんな感じで、まあ、いろいろ出てきます、ね、はい、割り当てる、まあ、どんな効果を持たせますかと出てきますので、うん、今回はじゃあこのちょっと LFO をいじってみようと、はい、まあ、例えばこれを押してみて弾いてみますね、ほらキョワキョワキョワってピョ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 口で言うとそんな感じになります、さっきとまた全然違いますね、違いますよね、はい、はい、じゃあ今度はこの、はい、音で、はい、音色をですねちょっと、はい、今ソロにしてましたんで、うん、ベルの音と一緒にちょっと変化与えてみようと思います、また違いますね、違う感じの音になりましたよね、まあ、こういった形でこのスーパーノブで変化させるパラメーターっていうのはこうやって自分で好きなように、うん、僕はこうしたいっていうのがあったら、いろんな、ね、項目があったんで、はい、自分の好きな音を、ね、はい、作っていける
そうなんですと思います、はい、さらにですね、やっぱりこれもノブなんで、はい、まあ、片手結局ね1個でコントロールできると言っても手やっぱ取られちゃうじゃんと、うん、まあまあまあ、そうですねなりますよね、まあ、はい、仕方ないのかなと思う方多いと思うんですけど、うん、実はこれですね、フットコントローラー、また足での操作もできちゃう、はい、はい、ですね。で、この MODX に今ですね FC7 ってヤマハのフットコントローラーがね、うん、繋がってるんですけども、はい、ちょっとね僕の今足元に置いてるコントローラーでちょっとねお見せしますね。はい、こういうタイプのコントローラー、うん、はい、これ僕が足で動かすとですね、はい、どう変わるのか、はい、今これ僕手だったら、そうですね、さっきの LFO を受けた、はい、そうです、音ですね。じゃあ足やりますよ。触ってないのに音が変わっていくという、はい、はい、こんな感じでもう触る必要すらないという。そうなんです、はい、両手が使えるので、うん、もう本当に演奏に関してはもう、そうですね、がっつり弾きながら音を変化させられる、うん、はい、これができちゃうのも非常に便利な、うん、足でコントロールすることもできる、はい、はい、嬉しいね、フットコントローラー対応ということになってます。はい、なのでまあこの MODX 結構初めて買う方でも音色を選んでまあサクッと演奏したいなって方はもちろんですし、いやいや俺はもっと音をかっこよくしたいぞって方はぜひこのスーパーノブを使っていただくと大胆な音の変化も誰でもできちゃうっていう、うん、はい、本当にこう一個回すだけでね、いろいろ変わるっていうのはすごくお得な、ね、そうですね、ノブですよね、はい、本当にもういろんな使い方ができるもうミラクルなシンセということになってます、うん、はい、ちなみに横山さん、僕普段このスーパーノブでどんな感じに使ってると思いますか、はい、今みたいな感じではない、はい、ないのかな、うん、クイズになるということは、うん、はい、音色を変える以外、うん、まあでもその音色を変えることによって得られるものですね、うん、きたーってなるわけですよ、きたーって実はこれによってインスピレーションもらえるので曲がね、あーそっちですか、曲がきたーってなるんですよ、うん、これ結構他のね、はいはい、使ってる方でも、あ、僕この音色の変化聞いてなんかいい曲生まれちゃったって方がいるぐらい、うん、本当にインスピレーションをだいぶ与えてくれる、シンセなんですよ、うん、で本当に今ユニークな今変化でしたよね、こう回してなんかこんなに音が変わるっていうのが、うん、なので本当に制作意欲もねこれで絶対湧きますし、で僕もこの音色変化をきっかけで生まれた曲もいくつかあります。で、うん、この後最後に演奏する曲っていうのも、はい、このスーパーノブを回してる中で、あ、このリフなんかこの音色でこれ弾いたらかっこいいなと思ってできちゃった曲、なので本当にスーパーノブのおかげでできたような、はい、曲もちょっと最後に演奏しようかなと思ってるんですけども、はい、カットオフレゾナンスとかの、まあ、自分でこう狙ってやっていこうかなっていう風な、まあ、エリットももちろんね音作り楽しいですけども、うん、いやちょっとこのノブどうなるのかなってこう回してみる、予想だにしないね、アプローチが出てくるので、うん、そういった形でもこのスーパーノブっていうのは、うん、非常に刺激を与えてくれる、演奏にも制作にもおすすめの、うん、そうですね、スーパーノブ付きの MODX っていう風になってます、うん、はい、はい、僕もいろいろシンセサイザーが好きで、まあ、触ったりもするんですけども、はい、まあ、いろんなノブがあるとこう触っていける反面、うん、やっぱり手がね、そうですね、2本なんで、うん、2個同時とか、はい、までなんですよ ね、 そうですね、やっぱり2個が限界ですね、うん、ってなった時にもっとこうすぐに展開を変えたいなとか、うん、いう時にすごくいいなと思いましたね。もう本当にその通りでございます、はいはい、なのでまあ横山さんもぜひですねこれからもスーパーノブをバンバン演奏に、はい、そうですね、制作員と使っていただいて、はいはい、日課に、はい、ありがとうございます。日課にお店でスーパーノブを毎朝ね、はい、触ってる店員がいたらそれはおそらく僕ですね、はい、ぜひ皆さんも横山さん見つけてあげてください。スーパーノブでこうね、はい、遊んでるかと思いますのでぜひまあはい、日課にして、はい、はいはい、ということでスーパーノブについてですね今日は横山さんとご説明いたしました、はい、そしたら最後にこのスーパーノブを使って、できた曲ですね、聴いていただこうと思いますのでお楽しみください。